シェリー・カーリーはアメリカ合衆国の歌手、ミュージシャン、女優。カーリーは1970年代半ばから後半まで活躍したロサンゼルスのハードロックバンドザ・ランナウェイズのリードボーカリストであった。日本語ではシェリー・カーリーとも表記される。カーリーはロサンゼルス・エンシーノのサンフェルナンド・バレーの街で育った。彼女は伝説的なガールズ・ロックバンド。 ザ・ランナウェイズの10代のリードボーカリストとして、メンバーのジョー・オン・ジェット、リタ・フォード、サンディ・ウェイスト、ジャッキー・ホックスと共に活動。カーリーは1975年、16歳になる前に、ランナウェイズに加わった。チェリー・ボムは、オーディションで、彼女のために書かれた。ランナウェイズとして、脳殺爆弾禁断のロックンロールクイーン、クイーン・オブ・ノイズ。 ライブインジャパンと3枚のアルバムをリリースした後、グループを脱退。カーリーは2枚のソロアルバム、ポリグラムから、ビューティー、エスオンリースキンディープ、キャピトルレコードから、双子の姉妹マリー・カーリーと共演した、メッシン、ウィズ・ザ・ボーイズを出している。その後女優としても活動し、ジョディ・フォスターと共演した、ホクシー・レディア、デミ・ムーアと共演した、悪魔の寄生虫、パラサイト、 ロバート・キャラダインと共演した SF ザ・ウェーブ、地球外生物からの SOS トワイライトゾーン超次元の体験スパイナルタップなどに出演また多くのテレビドラマにもゲスト出演しているカーリーは自助伝ネオムエンジェルザ・シェリー・カーリーストーリーの共著者である本には苦難の連続であったカリフォルニアで育った1970年代薬物アルコールとの戦い ランナウェイズ時代についてが書かれている。またダコタ・ファニングがカーリーを演じ、クリステン・スチュワートが、ジョーン・ジェットを演じる、2010年公開の映画、ランナウェイズの土台にもなっている。カーリーは、キャリー・ボルチ・ロブレナの2008年の著書、チェリー・ボム、ザ・アルティメット・ガイド・ツー・ビカミング、エー・ベター・フラート、エー・タ・ファー・チック、アンド、エー・ホッター・ガール・フレンド、アンド・ツー・リビング・ライフライク。 A ロックスターに寄与している。カーリーは1990年に俳優のロバート・ヘイズと結婚し一人息子も授かったが1997年に離婚している。女優のマリー・ハーモンは、実母主にテレビで活躍している女優のソンドラ・カーリーは、実施、ソンドラの夫は映画監督のアランジェ・レビである。ありがとうございます。